こんにちは、阿部隆と申します。囲碁飯よ。今日は今回ね、息抜きで単発ゲーム実況やろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。でそこでね、やってみたいのがね、このエッグノックっていうゲーム、これがねちょっと気になってしまったんでね、やってみたいと思います。まあ、5分から15分でやれるやつなんだけど、難易度はなんか高めらしい謎解き系で、なんかホラーがちょっとあるらしいんだけど、まあ大丈夫でしょう、きっと阿部隆ならいける。概要についてはですね、モンスターデパート1階エッグノック、違法ルートで密輸入された特別な生き物の卵を密かに販売する小さなお店、あなたが選ぶ卵から生まれるのは天使か悪魔かということで、卵を入手場所は仕入れ日をよく調べて天使の卵を探すっていうものらしいです。あと謎解きもあるらしいですね。でハッピーエンド1つ、ノーマルエンド2つ、バッドエンド3つらしい。あとはもうやってみるしかないな。まあ、フィーリングでちょっとやってみましょう。この V ケストンしてるね、うさぎ獣人がね、非常にね、かわいそうでさ。僕、V ケストンはね、ちょっとね、かわいそう。かわいそうなんです。というわけでね、やっていきたいと思います。エッグノック !V ケストンはね、かわいそうは抜けない。ごめん。けど、このうさぎ獣人がかわいいから、割り返し抜ける。いや、そういう話をしてるわけじゃん。いや、獅子欠損はね、ちょっとね、やっぱ可哀想になっちゃうんだよなっていう。というわけで、エッグノックやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よし、行くぞ。まあ、謎解きらしいから、ちゃんとね、いろいろと考えながらやらないとですよね。よし。そして、ここはトンキンの中心が飛び立つ、通称モンスターデパート。増築に増築を重ね、今何回だったのか、どのくらい事故なのか、どうなっていくか。まあ、治安がもうめちゃくちゃなところですね。無法地帯だしね。だってもう、ここバランスおかしいもん。もう、いつできたのか、最初に作ったのは誰なのか、全て謎に包まれてる。で中で行われた殺害誘拐と多くの事件はなかったことにされるそうだということで。まあ、あれだね、ビースターで言う、裏市みたいなもんだと思う。そんな感じで思っときゃいいよね。多くのものは絶対足を踏み入れたがらない。犯罪の温床となっている危険な場所である。そしてモンスターデパートという名の通り、中にはたくさんのお店が出ている。ここに来れば古今東西全てのものが揃うとも言われている。で、そのうちの一つでね、多分そのエッグノックっていう卵をね、入手できるっぽいですね。そんなモンスターデパート、今日はとある目的があってやってきた怪しい噂話をよく聞く名は、一回エッグノック。ここで、深まい卵が売られているらしい、いわゆるペットショップみたいなところ。だからそんなノリで楽しんでおいじゃん。天使とか悪魔が獣人だったら嬉しいな。獣人かな。人間だったらちょっと、もうチンチンが泣いてしまいますわよ。ただ普通のペットショップとは違い、違法ルートに密輸入された聞いたこともない特別な生き物の卵を多く取り扱っているそうだ。この卵を購入することは今回の目的。どんな子が生まれても大歓迎だが、やっぱり一番気になってんのは天使族。うわぁ、獣人じゃないかもしんねえな。天使族の卵が孵化するとなんか特別なことが起こるぞ。僕、天使族の卵がね、孵化して、もし願いを叶えてくれるんだったら、チャンネル登録者数2000人お願いしますって願いてや。早速、モンスターデパート入ってみよう。中はボロくて、今にも倒壊そうな天井と狭い通路。地面には謎の液体やタバコの吸い殻が落ちていて、鼻につく匂いが充満して。もしかしたら、他にもタバコ、そう、謎の液体は多分あれだね。精子、精液、ザーメン、ザー汁、金玉汁、赤ちゃん背中を見るかー。さてはおめえ、チンポコしこってたな。虫やネズミのような小さな黒い生き物が時々視界に入る。客のような姿は見えず、浸透沈めかいてとても錆びれている。ほとんどの店にシャッターが降りている。本当にここで合っているドラゴンか不安になる。で、ここでね、見つけたってことで、多分、あれかな、欠損がされてるかわいそう。見た目がなんだろう、痛々しそうなね、うさぎ獣人ちゃんがやってくるかもしれない。電音管でエッグノックと書かれて看板が出ている店があって、シャッターが半分降りていて、店内も薄暗くやってるかどうかわからん。人気も感じない。諦めて帰ろう。ということでね、獅子欠損の子供、子供じゃない。やだやだ。せ、故障せ、やだ。新生その子供かわいそうじゃん。たまにさ、ピクシブのさ、エロいで僕さ、R18、獣 R18 調べんだけどさ、たまにさ、獅子欠損のダルマシチューってさ、ダルマ体型っていうの、ダルマっていうカテゴライズのエロいがあるんだけどさ、要はそのダルマとかしてやつをオナホにしてさ、部長化しまくるみたいなやつなんだけどさ、ちょっとかわいそうすぎてっつうかね、痛々すぎてね、なんか複雑な心境になるんだけど、まあ、立たんことはない。立たんことはないです。何のこと？違うよ。はい、ただのゲーム実況者ですよ。しがないただの獣で、しがない28歳で、まだ社会人3年目の、本当に、社会人ペーペーの男です。ただモブです。なんか暗いけどやってるのがお好きにということで、店に入ります。半分閉まったシャッターくぐるように、暗い店内に入った。いらっしゃいませ。はい、しょっぽい。ありがとうございます。
ちょっと BGM を若干落ち着かせるか。はい、OK。で、ここで、卵があるらしいんですよ。商品の卵。どれもすぐ孵化しそうで、一つだけ買えるらしい。いや、謎解きって言ってよな。だから他にもなんかあると思うんだよ。いや、もっとキャラクターから話を聞いて、それでいろいろとね、情報を仕入れて、天使の卵を見つけろって話だと思うんですよ。アニマル族あんの？あ、じゃあアニマル族行きたい。アニマル族が多分、ノーマルエンドってかな。あ、というわけで、こういう感じらしいですよ。大きさ小さい。出身はいろいろ、深場で日数は長め。悪魔族は、大きくて、出身は寒い国。これ寒い国だけとかそういうのも何のヒントなんだろうね。深場で日数はいろいろ。なるほど。で、天使族の卵は大きさいろいろ。あー、じゃあ、大きさで判断できないって感じね。で、暑い国で深場で日数は短め。というわけでね、そういう感じで、どれかが生まれると。お、天使族は願いを叶えてから、じゃあ、シャンディーズのシャツ2000人お願いしてえな。あー、アニマル族は、いや、アニマル族はね、いいね、いいね。悪魔族は悪魔族で、もしかしたらさ、いや、僕持ってんだよ、その、インキュバス系の、あ、もちろんケボホも同人誌なんだけど、インキュバス系の同人誌を持ってて、お前か、私を呼んだのは。では、お前の、その、勢力をもらおうか、見て。勢力っつうか、おっぽじ見ると、ケツを出せみたいなさ、そういった、いや、ケツを出すか、逆に受けになるかっていうシチュエーションがあるんですけど、ワンチャン、えってか、え以前大変な目に遭い、右半身ほぼ失って家族も、じゃあ、ごめん、僕が見てた、僕が読んだことあるエロ同人誌のシチュエーションにならないそうなんで、うん、気をつけましょうね。オッケー。これはね、一つ重要でしたね。で、次、地図か。配達のためのメモがそっかしく書かれてる。配達するの2日。ベローゼ、配達に1日。カバプール、配達するの3日。5日。13。8日。じゃあ場所的にはこの辺なのかな、いるのは。2日だもんね。3日。1日。あ、じゃあこの辺だ。地理的にはこの辺なんだろうけど、ここに行くよりも、あ、いや、ここに行くのか。じゃあやっぱこの辺に あるんだな、多分。多分、ここの舞台はこの辺なんですね。あ、いや、ここだ、これだ。ごめん。この時今あるとこだ、うん。ごめん、全然予想ってなかった。恥ずかしい。今の考察カットしようかな。地学とか生物学。うん。ごめん、あんまり詳しくないんだよ。文系でな。すまんな。遠熱球から程よい距離で水もたくさんの、水もあってたくさん種類の生き物がいると。気温がちょうどよくて好きだけど、治安無法地帯なんだよな。ほか、ショップボーイが写った写真。幸せ。あ、これは天使族きっと言ったんだろうな。奥でうなっていうのが聞こえる。これクリックしまくったらさ、なんか起きたりするんじゃないかな。さすがに何も起きないか。ゴミ箱からさ、もしかしたら、このうさぎにショップボーイの、ショップボーイがおなった後のティッシュがあるかと思ったんだけど、なかったっすね。というわけで、これらの情報をもとに、天使の卵を見つけようってことだと思うんだけど、一つだけ選んで買える。だから、あれ小さいのは、少なくとも小さいのはもうアニマル族なんだよ。あ、卵の説明とかあるじゃん。パルムフォード。うわー、なるほどな。こうやっていろいろと照らし合わせなきゃいけないんだ。一応ちょっと説明見たというか、ちょっと、裏で、あれだ。雰囲気を見よう。これベローテ、6月29。6月25。うわー、こういうか、結構これちゃんと、メモしないと、ちょっと難しいな。メムニャムから発送されて7月3日に入荷。オッケーオッケー。っていう感じでね、こうやっていろいろと説明が見れるっぽいね。まあ、当てずっぽでやれば全エンディング開始はできるんだろうけど、せっかくね、謎解きって制作者さんもさ、カテゴリーやってる以上、やっぱここはね、全力で、そう、可能な範囲でやっぱり、考察をして、考察かさ、推理をしてさ、やりたいわけよ。よし！で、いろいろ説明を見れたわけだし、ちょっとメモしながら、いろいろとね、考察して、最終的に選んでいきたいと思います。はい、では推理が終わりました。合ってるかどうかはもうね、やってみるしかねえよな。じゃあ、せっかくだからね、いろいろと語っていきましょう。ですね、ではまず結論としてはですね、1番が天使、2番が動物、3番悪魔、4番動物、5番悪魔、6番悪魔ってことになりました。で、なんでそうなったのかね、ちょっと順を追って説明させていただきましょう。ですね、まず、日付ですね。この卵はそれぞれいつ産卵したのかっていうね、そういった部分ね、逆算しました。
例えばここのね、一番卵だと、6月29日に当店入荷といった形になります。で、そこでね、地図がありまして、ここの店、そこの地域から、この店に着くまでに何日かかるっていうものがあるんですね。そういったものを踏まえて逆算すると、それぞれこんな感じになります。はい。というわけでね、それぞれのね、卵の産卵日がまず分かりました。で、次にね、天使、悪魔、動物のそれぞれの特徴なんですけど、天使のね、卵の大きさはいろいろっていう部分があって、で、暑い地域、で、かつ短めの期間で出るということになります。で、次、悪魔は大きい卵で、で、かつ寒い地域で、で、期間はいろいろって形になります。で、動物は小さい卵で、いろいろで長めって形になりますね。そう。地域はいろいろだけど、期間は長めってことです。だからまあ、まず小さい時点で2番と4番がね、動物っていうのはね、まあ、ある程度はね、そうだろうって思いますよね。でもしかしたらって可能性も考えて、そこでね、その逆算した産卵日。逆算して算出した産卵日になります。その結果2番とね、4番それぞれね、トップ1、2を争う、産卵日の大きさっていうのもあったので、2番と4番はね、形、大きさが小さいのも相まって、2番と4番は動物でこれは確定だと思います。じゃあ、問題はどれが天使なのかっていうのが難しくて、実はね、ショップボーイに話しかけると、このね、2番の、あれ ?2 番、ベロッツェだっけ、あれちょっとごめん、待って。これどっちもベロッツェなんだっけ、あ、そうだよな、パルムフォードやな。間違えた、危ない危ない。そうそう。で、ショップボーイが言うからには、パルムフォードは、めちゃくちゃ熱いらしいんですよ。そう、っていうことで、けど天使の卵って熱い地域らしいんですよね。だからもう困ったんだよ。正直、この世界のさ、断りを知らないから、どこが熱くてどっか寒いのかっていうのがわからないんです。じゃあね、そこで、かつ、算出した産卵日的にも、どれもほぼほぼ6月28日あたりになっちゃってて、見つけられないんですね。どれが本当に期間としてどれがね、負荷が短めなのかって分からないから、もうそこが当てにならないんですよね。というわけで、これがね、もう本当ちょっと、最後ちょっと根拠が弱くなっちゃって申し訳ないんだけど、この地図になります。ここがパルムフォードですね。ショップボーイがここ暑すぎるっていうことを言ったんですね。で、次にここ、トンキン。ここは気候がちょうどいいって言ってました。だからね、つまり暖かいと思うんですね。もしこれが寒いだったらもう僕は罪ですけど、仮にここ暖かい。で、この辺が暑いと仮定しましょう。だから、ここの周囲はね、温暖だと思うんですよね。割かし暖かい気候だと思うんですよ。ってなると、時点で暖かい、まあ暑いとまではいかないけど、暖かい地域、どっかって言われたらこのベローツェってなるんですね。で、このベローツェは何かって言われると、この一番のね、卵の産卵地になるんですね。だからちょっとね、最後の根拠は一か八かなんだけど、まあね、他の地域はもう寒いってことを仮定して、その、パルムフォード付近がね、暖かい温暖の地域ってことを仮定すると、一番が天使になるんじゃないかなっていうことで、以上。こんな感じで、天使のね、卵が一番なんじゃないかなと確認というか、思いました。はい。推理した結果そうなりました。じゃあ、あとはね、真相を確かめましょう。まあ、いかにもハート型ってことで、肋骨だもんな。よし、じゃあ、ハッピーエンド行くぞ。後戻りできないけど、オッケー、これで合ってる。卵買っていくのこと言った。よし、負荷は、まあ、ではな、天使だよな。いや、まあ、見た目的に天使っぽいけど、根拠的にも天使っぽくやったんだよ。だから、いけるはず。モンスター電波とか数十分、家に到着して玄関来たその時。ピキ、よし、生まれる、来い、ピキピキの天使、かかってこいやよし、天使ハッピーエンド、いやー、これ来たんじゃない、ふわっちょとか言って実はやべえやつとかなんのよな。え、ちょ、怖っ。うっそーん、怖ー、もう寒気が、やだやだやだー、ふわっちょそれ全身さ切り刻まれた、どうや悪魔族だったみたい。ええー、うっそー。家もコッパみじんにやって、あったり一面焼け野原。うっそー。合ってるでしょ、ふわっちょ、寿命1分なんだ。史上最強たちを、はい、すいません。はい、史上最強たちの悪魔族を僕はどうやら出してしまったようです。大気汚染がひどく、生物は二度と住めなくなる。
え、結構これどっちにしようさ、ショップボーイのとこで孵化したらもうそういうことになるってことだよね。あー。なんてこったい。あ、これショップボーイが幸せだった頃か。いい写真や、これ。ハッピーバースデー、ディアショップボーイ。ハッピーバースデートゥーユー。ショック。いや、めっちゃ自信あったんだけどな。え、一番手じゃねえの？はぁ？くそー。じゃあ、何が悪かったんだ。はい、じゃあね、ちょっとさっきのね、このベローテがあったかい地域だから、きっと一番、ベローテから産卵したここのね、一番卵が天使だろっていうことは間違えてました。別の視点で行きましょう。まあ、要はつまりこの地域、こっから上の地域、そう、てか悪魔は寒い地域なんですよ。つまりね、次の過程で行くと、ここのライン見てください。ここの線。真ん中線。この真ん中の線はちょうど寒い地域なんじゃないかなと思うんですよね。で、この辺はね、多分寒いと思うんですよ、この辺が。ってなると次に行くとしたらこの下、ここはね、めちゃくちゃ暑いっていう地域ですね。ファルムフォード。だここより下の部分、ここより下の部分は、あったかい温暖地域と仮定します。ってなると、次にね、候補が出るのはアーリーエイク。ここは、トンキンと同じくらい気候が、温暖なんじゃないかなって仮定します。で、ここも多分寒いんだよ。もう、ここがどうぞ。多分、このベローゼが多分寒いって仮定したら、ここも寒いんだよ。このネムニャムもね。ネムニャムは寒いと仮定します。ってなると、アーリーエイクがね、あったかい気候だと思うんですよ。多分、暑い地域説がある。縦線で、なんで、経度と移動どっちかもうごめん、なんかテンパってて今わかんねえんで、心臓ずっとバクバクしてさ、今テンパって申し訳ないんだけどさ、ここの線が当てなんないんだよ、ここ。つまり、何？右側が寒くて左側が暖かいっていうの過程はさっきのバッドエンドで違ったわけなんで、次は上下で見てみましょう。上下で見て、下の方が暖かいって仮定して、このアーリーエイク。じゃあアーリーエイクはどっかって言われると、どこだっけ？ 5 番か。アーリーエイクは5番の卵になりますね。こう、まがまがしい卵。これがね、アーリーエイクからね、産卵したっていうことで発送されたやつなんで、これが天使だ！余裕だぜ。絶対天使だ。ピキ、生まれる！来い！ピキピキ。どうなる？どうなる？もう画面が怖くて。お、天使っぽい！アーメン！どうなんだ？う、怖い！え、大丈夫かな？え、どうした？あー！もう、なんで？呼吸困難になり、そして意識を手放した。はぁ？え、マジで僕ガチで今、天使を選んでんのにさ、なんでこんなわけ言ってんだ。飼い主の方に吸い寄ってきて顔を覗き込む。ひとたび目を合わせると呼吸困難になり、受験しているので幼虫。じゃあ死んじゃったよ、僕。もう、なんで、あれ？なんでだ？はい、もうちょっと怖い。ちょっと一旦癒されよう。一旦癒されよう。怖すぎて今もね、頭が働かねえんだよ。このロシアンルーレットした方がまだ当たったんじゃないかな、ここまで来ると。え、僕、一発で天使当てて、終わりっつって、このゲーム実況終わらせると思ったんですよ。全部やっちゃうと、申し訳ないなと思って、なんかネタバレ、完全ネタバレは申し訳ないと思ったから、やんないと思ったら、このままじゃシンプルに僕推理力なさすぎて、全部つわたりになっちゃうっていう。結果的に推理したのに全部見ちゃうっていう。いや、僕そういうの意図してねえんだよ。一旦動物見よう、動物。4番、2番とね、4番ね、動物なんですよ、きっと。そう、だからこれでね、4番に行きたいと思います。もう後戻り、もう一体動物見て癒される。アニマルタイプで癒されよう。頼む。もう怖いんじゃ、これで悪魔だったら僕はもう泣く。いや、小さい卵はまずはアニマルっていう過程で合ってると思うんだよな。ん？グーグーが生まれたって言われた今日。アニマル族のようだ。なんか、ぶっちゃいく。ぶっちゃいくのアニマル出てきちゃった。グーグー。食べるとき以外一日中、ほぼずっと寝てる。新陳代謝が良く、足が一日で猛烈な、最悪なやつ選んじゃった。なんか、痛々しくなってる。この時はもう傷だらけになっちゃったんか。なるほどな。とりあえず、あれ動物ではあってたんだな。うん、アニマル族であったんだ。OK です。もうなんか、メンタルがやられすぎてる。よし、もう次で行くぞ。次で決める。次はね、もう残り地域的にはネムニャムとカバプールしか残ってないんですよ。ネムニャムが3番の卵で、カバプールが6番の卵ですね。で、
悪魔の卵って寒いところでしか出ないんですよ。ってことで、ベローゼって寒いとこだったし、アーリーエイクも寒いとこなんですよ。だから、ここ寒いんだよ、ここ。じゃあ、どこがあったっけんだよ、もうわかんない。え、じゃあ、あったかい寒い交互に繰り返してると仮定しよう、そしたら。つまりね、次、え？だからさ、例えば、あ、わかったかもしんね。このね、薄い線、濃い線があるじゃん。この薄い線があったかい、熱くて、このね、黒い線はね、黒い線ってかね、結構、なんだ、濃い線は寒いんだよ。これだ。だからさ、さっきさ、ここ、濃いじゃん？寒い地域なんだよ。だから、ここ寒かったんだよ、アイリークって。寒い地域だったんだよ。その理論で言ったら、ここね、ネムニャム。つまり、3番の卵が寒い地域のため、悪魔族の可能性があるんですね。ってなると、ここはきっと暑い国。そう、この線のことを考えると暑い国だから、カバプールが暑いだ。つまり、カバプール、つまり6番の卵。このトゲトゲした卵が、俺の願い、チャンネル登録者数2000人を叶えてくれる。これで決めた！もうこれで終わり！そしてエンディングを迎える！行くぜ！天使！どんな姿なんだろうね、キャ天使って。ほい！天使の卵！あ、終わったかもしんねえ。もう、ちょ、やだ。あ、もうダメだ、これ。なんかの粉を噴出してる。とても幸せな気持ちになってきた。これもしかして、天使か？本当に天使です。いいの？優しい眼差しで、こちらを。ああ、天使のカーペットを寄ったで、これ、本当にこの見た目で天使なの？わかんないけど。わあ、一生幸せ暮らせること。チャンネル登録2000人になるんだ。やったら。ああ、一番悪魔の見た目してるけどね。これ天使なんだね。よかった。今、粉って言われて、ジャンキーになる、そういった感じ、薬中になる未来になるかと思ったけど。よかった。じゃあ、あの線だね。あの、地図にあった、薄い線と濃い線がそれぞれ、暑い寒いを繰り返したんだ。あー、ハッピーエンドだ。まがまがしいけど、まあ、筋肉質の足も今思うとエッチかもしんねえ。オッケーオッケー。飼い主が死ぬ直後にピンポンマラーがなくなると。大きな鍵止めと力強い脚力で飼い主を生涯守ってくれる。家の家事、雑事すべてこなし幸せになる粉を飼い主とその周囲に毎日欠かさず噴出。飼い主と触れ合うときは、足、あ、体に引っ込めてまん丸でふわふわで可愛いじゃん。可愛いとかあんな。あー、よかったー。あー、そいつのおかげであれかー。ま、気分だけかもしんないけどさ。いや、雑務とかしてくれる分、あれか、ショップボーイにも幸せがいったってことだよな。よかったな、ショップボーイ。あー。終わった。もう、いろいろ疲れた。いや、そんな怖くない。ゆるほら、ほらって言ってるからさ、大丈夫やろと思ったんだけど。もう、どっと疲れたよ。いや、けど、素晴らしいっつかね、本当に素敵なゲームでした。楽しかったです。制作者さん、ありがとうございました。あとはね、一つはあくまで、もう一つはアニマルのね、卵なんですけどね。どんなやつが出てくるのか、ぜひね、皆さんも自身の手で見てみてください。まあ、でも僕もだってこんなにやるとは思うよ。いや、だから天使1回とアニマル1回で終わらせようと思ってたんだよ。本当に。まさか悪魔を2匹も引くとは思わないじゃん。まあいいでしょう。残りのね、バッドエンドとか、ノーマルエンド、ぜひ皆さん、自分の手でね、見てみてください。よろしくお願いします。というわけでね、アビタカの息抜き実況でしたけど、見てくれてありがとうございました。もし好評でしたら、この制作者さんの、実況じゃない、この制作者さんのゲーム、また実況できたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、チャンネル登録まだない人はね、登録してくださると、好調の幸いです。また、高評価ボタンを押してくださると、活動励みになります。よろしくお願いします。また次回のアビタカの実況動画でお会いしましょう。ではまた。